やっとクロエ発見。ネイサンは見つかってないみたい。クロエ、ネイサンはここにはいないみたい。誰も見てないって。上も調べたけど、いなかった。ああ、もう。ということはきっとリョウだね。急ごう。終わりにするんだ。マックス、来てたのか。ああ、ジェファソン先生。二人とも何かあったのか。思い詰めた表情をしてるが。あの、ちょっと、ネイさんを探してたんです。いつネイさんと友達になったんだ。彼とは午後に会ったきりだよ。かなり興奮してた。ケイトの一件以来、まあそう、ずっとあんな感じだ。ええ、確かに。また後で話そう。これからコンテストの優勝者を発表しなきゃいけないんだ。君も参加してくれればよかったんだよな。今後に期待してるよ。はい、頑張ります。では失礼するよ。急がないと。行くぞマックス。それでは皆さん。はいはい、わかったか。静かに。パーティーの邪魔をして申し訳ないが、日常ヒーローコンテストの優勝者発表に移ってもいいか。その前にまずは参加者全員、そして参加しようと考えてくれたみんなに礼を言いたい。ジェファソン先生、素敵。自分の作品を世に出す、これはアーティストを目指す上で最も大切なステップだ。そして君たちはこの学校とその理念を体現してくれた。僕にとっては君たち全員がヒーローだ。では発表しよう。優勝者は、おいおい、おっと、なんとビクトリア・チェイス君だ。ありがとうございます。ジェファソン先生、私がブラックウェルに入ったきっかけは先生の作品に感銘を受けたからです。これからもそのお名前に恥じない作品作りを続けていきたいと思っています。それからもう一つ、私はこの賞をケイト・マーシュに捧げたいと思います。彼女こそ本物のブラックウェルのヒーローです。一日も早い回復を願ってます。以上です。調子に乗らないでよ。誰もの予想通り、ビクトリアの優勝か。まさか先生を脅迫してたなんて信じられるよね。どうでもいい、リーチェルが生き返るわけじゃない。それよりネイサンだ。分かってる、リョウを探してみよう。やばい、姉さんからのチャットだ。証拠は全て消すって。待って、それってもしかしてレイチェルの遺体も。歩いてよ。悪い、姉さんが襲ってきたらすぐ巻き戻せ。
よかった。まだここにいる。見ない方がいい。エタ。クロエ、危ない。マックス。前回までのあらすじ。収穫は？何これ、レイチェルは暗い部屋の中。それだ、信用できるのは自分たちだけだ。怪しすぎますよ。なんだと？お前もクロエもガキのくせに偉そうな口ばかり聞きやがって。なんだ、一人多いな。俺の寮で何やってる？てめえ、そんなに死にたいのか？姉さんは普通じゃない。レイチェルの件に絡んでるはず。ケイトだけじゃない。他にもこんなに犠牲者たちが。マックス、何しに来たのよ？ビクトリアが危ない。バッカじゃないの？レイチェル。これ、見たことあるような場所だけど。あそこだ。今すぐ確かめに行かなきゃ。レイチェル、なんで？クロエ、落ち着いて。姉さんと仲いいのは知ってるけど、ビクトリアの命が危ないの。姉さんからのチャットだ。証拠は全て消すって。よかった。まだここにいる。いた。クロエ、危ない。マックス、
ロエ。ここは暗い部屋、暗室。ねえ、誰かいないの？お願い、助けて。誰か助けて。これきついな。ダメだ、何も思い出せない。姉さんがケイトに使ったのと同じ薬だ。あれは私の写真、昨日の夜撮ったんだ。ゆっくり鑑賞でもするつもりなの？見える場所にあるのに届かない。よし、これでなんとかなるかも。ダメだ、何も思い出せない。こんな自分の姿見たくない。絶対許さないから。タイムリープはもうしないって決めたけど、こうするしかない。